かつて本社が入居していた南海野村ビル地方株式会社は大阪市何枠に本社を置くお好み焼きチェーン店及び運営企業である。創業者で現会長の中井正氏が1967年に住吉区でお好み焼き屋を開業。1973年に大阪千日前に地方を開店した。その後支店を増やし1981年の 静岡出店以降は全国に展開。ハワイにも店舗がある。1982年に価格帯の一段高いプレジデント地方を道頓堀に開店したほか、いくつかの新業体店も展開している。刑務所内での採用活動に取り組み、元受刑者を社員として採用することでも知られる。広告活動にも積極的に取り組み、 特にお好み焼きを作る時に使用されるコテを模した宇宙船が宇宙や大阪上空を飛行する SF 映画庁のテレビ CM でも有名。ラジオ大阪で長年にわたり日曜深夜に放送されていた鶴瓶、新野のぬかるみの世界の番組スポンサーについていたこともあり、早い段階から関西のみならず全国各地のリスナーにその名を知られている。 特に深夜ラジオは昼と違い、全国各地に電波が飛ぶこともあり、これにより知名度がゲリラ的に浸透したといういわばケウな例とも言える。また、社長の仲井は同番組のパーソナリティである小福亭鶴部と仲が良いため、鶴部がハワイに別荘を持っている関係から、地方のハワイへの出店も決まった。鶴部がハワイに休暇に来た際は必ず、 ハワイの地方に行くのが日課となっているという。このように、鶴瓶と仲が良かった関係から、現在も裏メニューとして、ぬかるみ焼きが存在し、全店舗で注文が可能である。ありがとうございます。